地方 U23 サッカー韓国代表が予選敗退で今回は責任を取らねばならない。これってひどすぎる。パリ五輪アジア最終予選を兼ねた U23 アジアカップ準々決勝で、インドネシアに PK 戦の末、まさかの敗北を喫した韓国で、大韓サッカー協会の会長に批判の矛先が向けられている。韓国メディアインターフットボールは韓国サッカーを滅亡に導いたテイ・ウメ系会長、今回は責任を取らねばならないと報道。同メディアは原因によって結果があるので当然その報いを受けなければならない。会長が責任を持って韓国サッカー界を離れれば、韓国サッカーは正しい道理に戻ることができるだろうと会長職から退任することを求めた。韓国はトップにきちんと責任取らせる民主的文化でいいね。ジャップは責任うやむやにして終わりだけど。誰かを吊るし上げておしまいは独裁政治の文化だぞ。民主的文化なら全員が悪いということになる。韓国の場合は責任を取らせてるんじゃなくて大衆の不満の吐け口にしてるだけ。パククネの時と一緒。インドネシア人が試合後ネットでやたら韓国を煽っているが、文をわきまえた方がいい。パリ行き決まったら兵役免除ってのを入れなかったからでしょ。党の本人たちは気づいてないっぽいけどさ、腰振りくねくねダンスばかりするようになってから韓国スポーツ弱くなってるよな。日本に勝たその国に五輪出場なんだろ。考え方が根本的に違う。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。